外地から侵入しつつあるコレラを食い止めるため、東京隅田川の水上生活者に対して4月16日から水上所のコレラの予防注射が始まりました。ポカポカと暖かくなった大川の和やかさなうちに、しかし厳しい防疫風景です。